首相法規のはロシア連邦宴会地方、シコトボ地区の閉鎖都市、ピョートル大帝湾沿いのウラジオストクとナホトカの間に位置する。人口26,457人。市外局番42から339。ピョートル大帝湾内の東側にあるアブレーク湾に面している。ウラジオストクからは南東へ 45km、12km 南西にある村。 ドゥナイ、および14キロメートル南にある村、プチャーチンは、放キの市の管轄下にある。太平洋艦隊の基地があるため、外国人は入域に特別な許可を要するが、領域内の観光地であるプチャーチン島とアスコリド、島については不要であり、周囲の海域の独特な自然環境を観光資源として、毎年2000人以上の観光者がある。 プチャーチン島には2400人ほどの住民がおり、海産物の漁獲と加工、ミンクとアクシスジカの養殖を主な産業とする。アスコリド島には定住者はなく、本土との定期航路もないことから、観光客も稀で、1995年までは保留地とされ商業活動が許されていなかった。同島には何十トンもの埋蔵量の金があると推定されている。 現在のホウキノの場所には、1891年に、プロミスロフカの村が建てられた。より概洋に近いドゥナイの村は1907年に、中央ヨーロッパからの移民が建設し、ダニューブ川にちなんで名付けられた。プロミスロフカは1958年に、都市型集落となり、近くにあった、海軍軍人の住宅地地方圏ンスキーも1963年に、 都市型集落となった。両方の町は大きくなり1980年10月4日に併合して市となった。海軍基地の町としての性格から立ち入りが厳しく制限された閉鎖都市となり、公式にはコトボ17というコードネームで呼ばれていた。同時期、同市の管轄下にあったドゥナイはシトコボ22、プチャーチンはシトコボ26と呼ばれていた。 1994年からコードネームに変わり、後期の7が正式に使われるようになった。ありがとうございます。